ち上がって頭取ってる方が勝ちだ。来たぞ。おっ、 FC が頭だ。しゃあ、ケツに食いついてる。さあどうする、どう攻める。外からじゃ絶対抜けねえぜ。インに行け。インか、アウトか。アウトだろ。高橋涼介がインサイドを全く開けなかった。あれじゃインをつくのは無理だ。FC が前に出た。インが絶対有利だ。FC が外に膨らんでいく。マジかよ。出口の方がきついのにスピードが乗りすぎているんだ。